王子製紙、王子製紙株式会社、王子製紙、英名、王子ペーパー仕様、LTD は、日本の製紙会社グループである、王子グループに属する企業、持ち株会社の王子ホールディングスの参加にある子会社の一つで、グループの新聞用紙及び、印刷、情報用紙部門を担当する。王子製紙の名を持つ法人としては4代目である。2012年、 平成24年、グループが純粋持ち株会社制に移行する際、3代目の王子聖子が王子ホールディングスに社名を変更し、事業を子会社へ一貫した。事業を継承した子会社の一つが、この4代目の王子聖子である。王子グループの印刷情報メディアカンパニーに属する企業の一つである。2012年、平成24年5月に設立され、 同年10月1日付で王子グループが持ち株会社制に移行した際、王子製紙3代目から解消し持ち株会社となった王子ホールディングスの新聞用紙事業及び用紙事業などを継承した。合わせて設立時の王子製紙分割準備株式会社から王子製紙4目に社名を変更している。日本国内に5カ所の工場を創業し、 新聞用紙、印刷用紙、情報用紙、ホーム用紙、コピー用紙の3品種を扱う。中華人民共和国チャンス賞に工場を持つチャンス、王子製紙などを参加に置く。本社所在地は、東京都中央区銀座4丁目7の後で、王子ホールディングスの本社ビルである、王子ホールディングス本館に入居している。王子聖子は、初代王子聖子時代の1910年、 明治43年に完成した苫小牧工場に電力を供給するため、石狩川水系と尻別川水系に多数の水力発電所を建設、工場創業の原動力とした。特に開発が進められたのが、四骨港を水源とする千歳川であった。豊富な水量を有し、工場のある苫小牧に近いこともあって、当時長距離の送電技術が確立されていなかった。 こともあり、千歳川への関心は高まった。折から、福沢桃介をはじめ民間による水力発電事業が盛んに全国で行われていたこともあり、明治末期より千歳川に水力発電所群を建設する計画が立てられた。建設が行われたのは、千歳川が四笏湖より流れ出て、現在の千歳市中心部に出るまでの狭作部。 水明渓谷と呼ばれる一帯であった、千歳市水明橋。当時この一帯は、宮内省の御領地であったが、1九0 5年、明治三十八年に、使用願い申請を行い、これが受理された後に着工された。この地が選ばれた理由は、不登校である、四骨湖の豊富な水量と千歳川の急流が、水力発電に適し、また工場予定地から近距離であるので当時の技術でも、 送電が可能であったこと、さらに北海道炭鉱鉄道が付設されていたこと物資の運搬が可能であったためである。発電所を含めた工場建設のための総工費は当時の額で約400万円という高額であり、王子製紙単独では拠出不可能であったことから三井合名会社の資金援助青木ぎ建設が始まった。まず1910年。 明治43年4月28日、四骨湖からの吐き口に、千歳第一園庭を設けて、そこから水路を通じて、発電を行うこととした。これが、千歳第一発電所であり、認可出力1万キロワットは当時としては、日本最大級の水力発電所であった。第一発電所は、その後増設を九百十四年、大正三年と九百三十年、昭和五年、 1969年、昭和44年に実施し、現在では2 5 4 0 0ットを発電する。これ以降、1916年、大正5年から1941年、昭和16年にかけて、千歳川に相次いで水力発電所が建設されるようにな。特に1918年、大正7年に完成した千歳第三発電所の取水口である。 千歳第三3ダムは北海道で初めて建設されたコンクリートダムであり、日本のダムの歴史に特筆されるものであった。また、千歳第一延園庭は日本では唯一となる重力式バットレスダムという形式である。現在では上流の千歳第一、1、第2園庭、下流の千歳第四4ダムと共に土木学会による土木学会専用土木遺産に発電所と一緒に 指定される貴重な土木文化財でもある。千歳第一から第五までの発電所群を総称して、一般的には、千歳発電所と呼ぶ。この後、陽亭山を水源とする尻別川にも、尻別第一、第二発電所が建設された。さらに1928年、昭和3年には、千歳川の支流である伊沢川に、江庭発電所、出力2 1 5 0ットが完成し、 王子製紙の主力工場である、苫小牧工場の創業を支えた。なお、千歳発電所から供給される電力は、北海道電力で供給される、交流電源の周波数 50Hz ではなく、西日本の電力周波数と同じ 60Hz である。これは1910年、明治43年の千歳第一発電所、建設当初、王子製紙が導入した。 発電機が 60Hz だったことに由来する。また、この電力は、王子製紙とマコマイ工場内だけでなく、四骨湖畔の四骨湖温泉街一体べてに供給されている。四骨湖温泉街では、西日本と同じ 60Hz に対応した電気機器が必要である。その後、旧王子製紙は、水力発電事業も手掛けることになり、1926年には、 送電事業で提携していた札幌水力電気株式会社を買収、同年末に北海水力電気株式会社を設立した。さらに1928年、昭和3年には、宇リ川の電力開発に着手したのを機に、子会社として、宇リ電力株式会社を設立。北海道帝国大学の演習林を購入して、宇リ発電所の建設に着手した。 現在でも人造湖の広さ日本一であるシュマリナ内湖を形成するウデュウ第一ダムである。こうして王子製紙は工場創業の原動力である水力、発電開発に本格的に参入し、物資輸送のための森林鉄道、軌道を各所に付設した。かつて深川市と名寄市を結んだ新名線はその一つでもある。 だが建設に着手したばかりの1939年、昭和14年、戦時体制強化の一環として、電力国家党政策が取られ、電力管理法が施行されたことにより、雨流電力は、北海水力電気と共に、半官半民のトラスト事実上国営である、日本発送電に強制的に吸収され、解散を余儀なくされた。雨流発電所と雨流がいい地。 第2ラムは1944年、昭和19年に完成したものの、いずれも日本発送電に接収されている。これにより、王子製紙は、宇リ川の電源開発から手を引き、終戦後も携わることはなかった。事業は1951年、昭和26年の日本発送電分割により、北海道電力が受けたまわりしている。ただし、千歳川の水力発電処分に関しては、 王子聖子が日本発送電に対し必死の接衝を行ったことで、例外的に接種を免れている。日本発送電の強制接種を免れたのは、日本系金属の水力発電所と王子聖子の千歳発電所のみであったと、王子聖子社氏には記されている。戦後、王子聖子が分割され、苫小牧聖子として再発足した後も、千歳発電所は、基幹施設である、 トマコマイ工場に電力を供給した。千歳発電所群は老朽化の進行に対処するため、改築や修繕が行われ現在にいるが、尻別川系統の尻別第一、第二発電所は2006年、平成18年に廃止され、自社所有の発電所施設をはじめ送電線、王子尻別線、鉄柱、鉄塔類が撤去された。現在では、千歳川系統と呼ばれる千歳発電所群、 千歳川に5カ所、伊沢川に1カ所が、苫小牧工場を支えている。民間企業がダムを含む水力発電施設を有している例は、東日本旅客鉄道、JR 東日本や日系金属など極少数に限られているが、王子製紙はその中でも古くから水力発電を自前で行う企業であり、特定規模電気事業者の指定を受けている数少ない民間企業でもある。 千歳第一発電所の見学は可能であるが、重要な発電施設であり貴重な土木遺産でもある。その他のダム、発電所群は、金網で厳重に管理されており、立ち入ることはできない。トマコマイ工場にアジアリーグアイスホッケー所属の王子イーグルスがあり、カスガイ工場には、社会人野球の王子公式野球部がある。2004年、平成16年に、公式野球部は、 都市対抗野球で初優勝した。なお、かつては、苫小牧公式野球部とナゴ公式野球部も存在したが、カスガイに統合されている。苫小牧工場にはかつてスピードスケート部があり、下記の17人の冬季オリンピック代表選手を排出し、1935年、昭和10年に創部され2002年、平成14年4月に廃部となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。